久保さんいやネオ FP さんね、何度かお会いしたことありますし、イリュージョン2の時だったかな、あの、セミナーね、登壇していただきましたけど、いや、元気にやってそうで、何よりです。はい、まあ、変わりますよね、あの、人生は。うん、でも、まあ、やった人だけしか変わらないんですけど、うん、まあ、僕もね、あのー、鹿児島で独立して、自分の塾、ドリームアカデミア、運営して、 結構ね、いろんな人を排出してきたんじゃないかなとは思うんですけど、いやいや、まあ、思うのが、まあ、やってる人ですね。やった人だけしか人生変えられてないですね。うん、たぶん、そこか塾に入っても、ドリームアカデミアに入っても、どこの塾入っても、どこのコンサル受けても、まあ、やってない人はね、まあ、変わらないでしょうね。うん。 interesa